こと朝日元太づくり、1964年12月4日帯は、東京都杉並区出身の元大相撲力士、佐渡が学部屋所属。最高位は、東幕下5枚目。最終場所は1998年5月場所。幕下時代の身長176センチメートル、体重133キログラム。血液型は、大型。堀越高等学校中退。 1982年3月場所にて初土俵。同年5月場所より、古都角田に改名。1984年3月場所より、古都天朝日に改名。1991年9月場所より、古都朝日元に改名。地位的には、1992年に最も重量に近づいた。7月場所では全勝すれば昇進が確約される。 幕下14枚目で初日から5連勝。後の小結一の花に2場所連続で黒星をつけるなど、勢いがあり、このまま一気に関取昇進か、と周囲の期待も大きかったが、6勝1敗と、あと白星一つ足りなかった。翌場所の幕下5枚目が、現役時代の最高位となった。大相撲引退後1998年10月に、 大阪市中央区西新斎橋で、ちゃんこ料理屋、相撲茶屋こと朝日元を開店。東京出身であるものの、大阪の人情にほだされ、大阪で開業した。こと雲龍、こと岩国、に、ことの新らしら、部屋の後輩力士も、スタッフとして働いていたことがある。2003年10月のお出血を発症するも治療、リハビリを続けながら2004年9月には店に復帰。 2008年から春場所前には、大関、ことつ月や、こと欧州の回避制の激励会を定期的に開催するなど、精力的に店を盛り上げた。諸藩の事情により2011年3月に店を閉めて、出身地東京に戻る。なお、経営していたちゃんこ料理屋の後には、佐賀昇が経営する、相撲キッチン佐賀昇が入った。ありがとうございます。